ぱ大学っていうのはですね、オープンで自由で最先端の内容がやっぱりこう入ってきやすい、あの利益につながるとか現業につながるというのとは無関係にですね、いろんなアイデア、いろんな考え、いろんな思想が入ってくる、まあ、そういうこうフレッシュな環境にあの企業の方々もご参加いただくことで、次のイノベーションもしくは現業、次の現業につながるような技術というものを見つけられるのではないかなと、そういうふうに考えています。航空機の主翼や胴体に使われる複合材料の研究というのを、もっぱら行っているというふうに、お考えください。具体的にどういう研究をしているかということになりますと、まあ、あの飛行機は飛んでいる最中に翼に力がかかったり胴体に力がかかります。これが、まあ、運行中に、壊れないというようなものを保証するために設計というのが行われます。この設計がに適した材料の選択というのがなされるわけですが、このあたりの研究をしているというふうにご考えいただければと思います。航空機って基本的には国策ですので、基本的には国プロが必ず走ります。国プロ、国家プロジェクトのことですが、国家プロジェクトで出会った企業さんとの連携というのがまず一番最初に考えられる案件なのではないかなというふうに思います。現在私どもでは内閣府のプロジェクト、もしくは経済産業省のプロジェクトが走っておりますので、ここで出会った企業さんたちと共同研究を行っているという状況です。いくつかあり得ると思うんですけど、オープンとクローズで一つずつ言わせていただきたいと思いますが、オープンの場合はやっぱりその国のその業界全体の方向感というか、その業界が目指しているものにちゃんとフィットしているということ。クローズの場合はその企業さん、その一緒にやってる企業さんのニーズにしっかり応えていくことということで、ちょっと意図が違うんではないかなと思います。つまり基本的にはですね、顧客をオリエンテッドといいますか、ナショプロの場合であれば国がお金を出しているので国のがステークホルダーですし、クローズが企業との一対一の連携の場合は企業がお金を出してますので、そこはステークホルダーは企業だということです。でステークホルダーの要求に合った共同研究を行うということが重要だと思ってます。多くのケースでは企業の若手の人にこちらに出してもらうようにして、でこちらで、まあ、滞在ができればいいんだけれども、まあ滞在ができない場合でもですね、定期的にこちらに来てもらう、もしくはオンラインミーティングを繰り返すというようなことを心がけています。まずですね、企業はですね、多くの場合まあ、会社の中での業務と、まあ、会社内で行うわけですが、そういう場合でですね、まあ、上司と部下というものにこう挟まれた、まあ、企業内研究とか社内研究が行われているわけです。そうするとですね、なかなかですね、外からの風というのが入りにくい状況にあります。でそういう時に共同研究等でですね、大学に来てこう会社以外の風に当たることによってイノベーティブなものを思いついたりですね、社会の動向を理解することができるというようなメリットがあると思います。大学っていうのはですね、オープンで自由で最先端の内容がやっぱりこう入ってきやすい、その利益につながるとか現業につながるというのとは無関係にですね、いろんなアイデア、いろんな考え、いろんな思想が入ってくる、まあ、そういうこうフレッシュな環境に企業の方々もご参加いただくことで、次のイノベーション、もしくは現業、次の現業につながるような
技術というものを見つけられるのではないかなと、こういうふうに考えてます。またですね、私どもの研究室ではですね、かなり多くの学生が社会人ドクターを取っているという経験がございます。そういう観点からもですね、国内では学位を持っていることというのはそれほど大きなメリットがないのかもしれませんが、海外に行くとですね、エンジニアは PhD を持っていて当たり前ですので、国際的に戦える人材を育成するという観点でも、企業サイドからも共同研究というのは意味があるのではないかと、こういうふうに考えております。まず大学側には大変大きなメリットがあると思っています。工学研究科の学生は9割以上の学生が、修士を取った後に9割近くの学生が大学卒業後に企業に移ります。その時にですね、やっぱりその企業に移る前にですね、就学中、修士に滞在する間にですね、企業でどんな業務に就くのかというのをオンザジョブトレーニング的に理解することができるという点においても、企業との共同研究というのは大変教育効果が高いというふうに私のどもは考えています。ありますね。やっぱり大学の研究というのはやっぱり最先端なものを突き詰めるわけですけど、企業側が求めているものが必ずしもそこまで最先端の内容でないときに、明らかにオーバースペックになってしまう。つまりその教員の思いというか、教員がやりたいことが企業の求めているものに対してかなりスペックが高すぎて、本質的なことを打ち返せてないなと思った経験はやっぱ何回かありますね。はい、ちゃんと共同研究を始める前にできることとできないことをちゃんと言っとかなきゃいけなかったなと思う経験もあります。ホームページ等とか論文等を見てくるとですね、もう何でもできるんじゃないかと思ってくるわけですけど、ドラえもんじゃないんでできることとできないことがあるなというのはちょっと感じることがあります。はい、それは人材交流を前提とした組織間連携というところに特徴があるんだと思うんですが、その競争研究所という言葉のその競争というところが共同研究の全てではないかなと。いや、競争というのが共同研究の基本的な理念だと思ってます。競争研究所はこれまでの大学のいわゆる在り方を一変させる可能性があるというふうに、そんだけの力があるというふうに考えております。これまでの共同研究もしくは部門等というのは建物ありきだとか箱物だったわけですが、今回は人材交流を基本としているという点に極めて違いがあるだろうと。で、オープンイノベーションというのは基本的に人材交流なしには成立しないのではないかというふうに考えておりますので、その点でもですね、競争研究所というのは、極めて有意義な仕組みになるのではないかと期待しています。東北地域は必ずしもその産業活性に成功しているわけではなくて、今一生懸命地方自治体も含めて頑張ろうというふうに、震災からのですね、完全なる復興というのもできているわけではないですね。私はボランティアで震災のでまあ亡くされた方とかの勉強を教えたりもしてるんですけど、必ずしも皆さんの気持ちが癒えているわけではないというふうに思っています。国を引っ張っていけるようなものをやっぱり作っていく、それで東北地域を活性化させる必要があるというふうに思っていて、東北大学がやっぱり東北地域のイノベーションを支えていくべきじゃないかなというふうには思っています。